2020年2月29日土曜日、武田塾採用説明会を実施します。生徒の人生を武田塾で一緒に変えましょう。皆様のご応募お待ちしてます。詳しくは概要欄から。武田塾教務長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。この動画に対しての質問は下のコメント欄からお願いします。武田塾チャンネル。生徒に恋をしてしまいそうになったことありますか？ないね。大学生講師ぐらいの頃だったら可愛いとかね、はそのあったかなと思いますけど、今はね、性別とか年齢問わず、もうなんか生徒は生徒ですね。恋愛とかの部分を超えて、ですね、可愛いんですよ、純粋に。やっぱその自分がこう手伝うことによって人生がこう少しでもね、いい方向に行けるってことが、それ以上の愛情表現ないんじゃないかなと僕は正直思ってましてですね。なので、まあ、あんま恋愛感情とかどうこうっていうよりは、まあ、この子にどうすれば力になれるかなとか、そっちの方が先に来るんで、あんま思わないですかね。はい。受験生時代の中森先生の体調管理を教えてほしいです。眠い時は寝るですかね、基本。寒いとか暑いとかっていうのがあったらすぐに対応するようにはしたかなっていう感じですかね、基本で。勉強する時はそれでちゃんとメリハリつけてやってっていう感じでやってたんで、で、まあ、寝ちゃったとかがあったとしても他の時間でちゃんとリカバリーするようにはするっていう感じですかね。まあ受験生時代っていうよりは、これ僕指導に入ってからですからね、受験生時代は正直ろくな勉強してなかったんであれですけど、だから基本でもその眠い時とか集中力切れる時にやっても頭入らないんで、その時はあんまやらないようにしたっていうのはありますね。集中できる時に一気に走り切るっていうことを結構重視したかなっていうふうには思います。受験生です。この時期に大学全落ちした後どうしたらいいのか計画を立てておくのは必要ですかね。いや、必要ないっすね。はい。もう今はね、ポジティブなことを考えてた方がいいし、その、まあ、全力出し切った方がいいって思うんで、まあ、落ちたら落ちた時考えればいいと思いますよ、正直。例えば3月入試、後期入試のことを考えていくとこはありだと思うけど、まあ、それぐらいかな。要は締め切り決まってるからね。全部結果出てからだと間に合わないケースもあるから、まあそこは、ちょっとね、もし受けられるチャンスがあるなら増やしとこうぐらいのことは考えててもいいかもしれないけど、まあその程度のことですかね。まずはね、受かるために全力尽くそうって考えていくのが一番だと思いますね。はい。マーチ志望なんですが、現代文キーワード読解と言葉は力だ、どちらの方がいいですか？言葉は力だの方が簡単なんですよ、基本的に、難易度的には。なので、言葉は力だのレベルができないなら言葉は力だ優先だし、それができるなら、キーワード読解ですね。最終的にはキーワード読解の方がやっぱ重要かなと思います。テーマとか語彙がね、あっちの方が難しめなものまで対応できるんで。ただ、言葉は力ができない人だったら言葉は力を優先してくださいって感じですね。なんか、毎日京大を目指して勉強してるけど、大学に行く意味があるのかわからなくなってきました。正直、鬱です。助けてください。岡本先生、なんですけど。まあやっぱその、いやまあもし近くに住んでない京都大学行くのが一番いいかなとは思うんだけど、なんで京都大学に行きたいと思ったかっていう原点を思い出してみるといいかなっていうふうに思いますかね。あと、京都大学行って何がしたいのかっていうことをもう一回考え直してみるといいかなと思います。まあ、僕自身ね、やっぱその受験生時代あんまそういうことを考えてなくて、大学にあまり思い入れができなかったってことを若干後悔はしてる人間なんですよね。で、こう大学ね、どこ行ってもある意味さ、その勉強できる内容っていうのは、まあ、学部とかもあるけど結構自由度高いから、割とどこ行っても結構自分のやりたいことはある程度できるとは思うんですよ、その勉強っていう意味で言うとね。ただその中で例えば何かに憧れたりとかやりたいことがあって、それはそこでしかできないものっていうのはやっぱりあるとは思うんですね。例えば少なくとも京都大学に行かないと京都大学の学生と同じところで勉強はできないっていうのがあるし、京都大学のキャンパスにも通えないわけじゃないですか。で、行くことはできるけど、ただそれは学生としてではなくて、もう外部の人として行ったり、ね、遊びに行くってだけの話なんで、それは学生としてやっぱちゃんと通うっていうのは全然話変わってくると思うんですよ。なので、そういうその京都大学で自分が生活をするっていうことをイメージしたときに、やっぱそこに対する憧れっていうのが、
もう一回思い出せるといいんじゃないかなっていうふうに思いますかね。だからなぜ行きたいと思ったのか、行って何がしたいのかってことをもう一回考えてみるといいかなと。まあホームページとか見るなり、京都大学のね、人がやってる例えば YouTube なりとか、あるいは京都大学の方で公開した動画とかを見てみたりとかね、まあ、研究室とか勉強内容とかそういうのを見てみたりとかでもいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、そういうことを見てこう、まあ、原点に戻ってみるのがいいんじゃないかなと思いますかね。はい、はい、といった感じですかね。今回は以上です。武田塾お茶並み村校、はい、合格実績が決まるんですけども、はい、実際受かってるんですか、どうなんですか。実際結構受かってます。ほいほい。実際に受かった大学とか学部を一人一人手書きで書いて掲示したものになります、はいはい、私が校舎長として掲げたいテーマとしては生徒の成績をとことん伸ばす、この一点です。自分の叶えたい夢っていうのが一人一人あると思うので、それを叶えてほしいからです。それでは武田塾お茶並み村校行ってみましょう。